首筋、僕が別に首筋感じやすいわけではございません。やべえ、データが取られていく。次の試合で負けるかもしれない。つぐみ、そっちは何か変わったことあった？そうね、滝とか廃村とかが見つかったけど他には特にないかな。ナイチンゲール湖はなんでこんないつもささやくような声なんだろう。こっちも似たようなものね。離れ小島とか無人の漁村があったけど、それだけ。お父さんどうしてるかな。次の試合厳しい。そうだね、この島のどこかにいるとは思うんだけど。うん、でも心配ばっかしても始まらないって。そうね、ほら明日なら手がかりが見つかるかもしれないし、みんな頑張ってるから。だからつぐみも元気出して。そうだね、心配かけてごめんね。処理子、これぐらいどうってこないよ。じゃあ私も相談に乗ってもらおうかな。ねえ、どうしたらいいと思う？え、何が？は？どうしたらいいと思うって、何これまた選ばなきゃいけないの？アトベさんどうしたらいいと思うっていう話？アトベさんのこと。だからアトベさんのこと。なんだ、昨日の話の続き？なんだとは何よ、こっちは真剣なの。そう、ヒカチュウの連中をどうしようかっていう話かと思った一瞬。はいはい、それで何が困ってるの？何が困ってるの、ぶっちゃけ。なんていうか会話が広がらないの。広がってるよ割と。だったらさ、その人と仲がいい他の人に話を聞いてみたら。まるまる太ったバッタを見せつけてんだぞ。他の人？そうよ、誰だって自分のことはあんまり喋らないじゃない、うんうん、親しい人の方がその人のことをいろいろ教えてくれるんじゃない。暴露するんだな。つぐみ、あんた意外とやるわね。 そんなことないって。あんた意外とやるわね。なんかちょっとおねえみたいな口調だった。ただね、問題なのは跡部さんが誰と親しいかってこと。カバジくんじゃない？カバジってどこにいるの？カバジくんは基本的に嘘しか言ってくれないの。人をモンスターみたいな扱いですね。それにいつもアトベさんと一緒だし。じゃあ手塚さん？手塚はこっち側にいないしな。手塚さんは山側でしょ。そうよね。そうするとシシドさんか大鳥くん。うん、そのあたりには実はもう当たってるんだよな。そっか、あとは意外と戦国さんも仲、そうな、戦国って仲いいの？うん、そうじゃないかな。私そっちの人たちのことはそんなに知らないし。戦国ってアトベと仲いいのか。ありがとう、つぐみ。どういたしまして。じゃ、そろそろ明かり消すよ。あ、ちょっと待って、網の修正しなきゃ。まだやってなかったのか。あ、広告ありがとうございます。すみませんね。あ、ジュニア選抜で、なるほど。そうそう、忘れるとこだった。結構大きな破れがあるし大変かな。大丈夫よ、いらない網糸をほぐしてこうやって結んでいけば。お、ナイス、うまいじゃないつぐみ。ほら、あなたも手伝ってよ。分かってますって。こうかな。そうそう、網糸同士の互いの輪っかをくぐらせる感じでね。オッケー、こっちはつくんだ。一気にいくわよ。うん、頑張ろう。さて、セーブすっか。もう上書きでいいでしょ。そんな無理にセーブデータ分ける必要ないよな。さて、今日でクリアまでやるつもりですけどね。ワイもイケメンたちとサバイバルしたい。逆に今日クリアまでやんないと、なんちゅうの、明日ね、動画収録なので多分夜ゲームやる体力ってないと思うんですよね。分からんけど、そんなこと言って普通にポケモンとかやってる可能性がないわけではないけど、で日曜ってあんまり放送しないことが多いので、いろいろ
動画撮ったりとかいろんな作業やったりすることが多いから。で、来週まで引っ張るってのはちょっとあれでしょう。だからまあできれば今日までやり、今日でクリアまでやりたいかなって感じですかね。まあアドベ様以外に逆に言うと好感度上がってるやつなんていない。じゃあ次の日、30日、早いな。今日でクリアして来週赤座どんだけ赤座攻略させたいね。やおはよう。あ、おはよう大鳥くん。朝早く起きるのって気持ちがいいよね。お、好感度上がった。ここでベ様と出会うってのはなかなか難しいかな、確率的に。今日はまずテニスコートを作るぞ。お、へえ。でも材料は？ネットがないと作れないよ。それがあるんだな。昨日こいつが破れた網を使うというアイデアを出した。処理子が処理したんだよな。あ、いえ。そうなんだ、いいところに気がついたね。やるじゃねえか。お、急に褒められてる。破れていた部分を修繕までしてくれた。有能、処理子有能。すごいじゃないか、よくやってくれたね。有能。いえ、つぐみと一緒にやったからそんなに手間かかってませんよ。それでもよくやってくれたよ。いやー、もっと褒めていいのよ。ネットの都合もついたからな、あとは作るだけだ。では手の空いたものはテニスコート作りに参加しろ。でも作ろってもさ、誰かが思いっきりなんつうの、ネットの部分にバーンってなんかこうサーブかなんか当てちゃったら破れるよね、こやつらのパワーだったら。テニスコートですか、それならば我々にも利用価値があります、ね、こういう時だけシャシャリ出てくる。いい手伝いますよこういう自分たちが利用したいものの時は一枚噛んでくる。赤やとか切れるとネット蹴る。よし、これからコート作りを始める。こんだけみんな一生懸命やってさ、なんかシャーンって蹴られたらさ、それ赤矢が蹴られるね今度。お前何してんねんって、これはそういうもんじゃねえよって。倉庫に巻き取りメジャーがあったよ。おお、いいものを見つけてきたな。そうですね、目測では狂いが出ますから、センターラインはここにします。ポストの位置を測りましょう。センターラインは了解。この独特の訛りがなかなか表現できないな。センターラインは杭と木槌持ってきたぜ。ポストはここだ、杭を打ち込め。ラインがないんだ、どうする。沖縄勢なんかえらい絡んできたな急に。石灰はね、足で線を引いとけ。へいへい。網とロープ持ってきましたよ。ご苦労様。どうも。おい、ロープはこっちだ。なんか人をなんか無駄毛呼ばわりされてなんかね。はい、今行きます。テニスはしたいんでしょ、言うて言うて。テニスは好き。ダブルスラインがずれてるぞ、ちゃんと測ったのか。ち、めんどくさいや。測らずにやったのか。平子君、真面目にやりなさいよ。ゴーヤー食わせよ。出た、ゴーヤー嫌い。わったわった、ゴーヤーだけは勘弁。足でまといだが別ゴール取るわって言ってたやつは私なら混ぜてあげたいなあげないなまあまあわかるわかる、気持ちわかる。これで完成ですね。気持ちわかるけど、ここで下手に省いてもなんか敵に回られてもめんどくさいしな、この状況で。急増にしては立派なもんじゃないか。すごいと思うよ、なかなか。いい感じだな。これで練習試合もできますね。この人数を満足に。ああ、みんなご苦労。回せるかな。こいつは練習で自由に使え。お前もよくやってくれたな。
はい、精一杯やらせてもらいました。無駄に元気だな、お前は。無駄に元気、まあ無駄毛だしな。無駄に元気、略して無駄毛。おお、なんかつながったね。点と点が線で、無駄に元気、略して無駄毛。よくないこれ。でどうしよう、噂と跡部様両方あるんだよな。どうすっかな、噂と跡部様。でもやっぱり跡部様優先でいいのかな、これは。これ長太郎くんじゃなくていいんだよね、ベ様でいいんだよね。なんかさっきのあれで言うと、ベ様、噂、赤沢っていう優先順位だったから、赤沢は絶対嘘だと思うけど、赤沢は絶対釣りだと思うんですけど。跡部さんこんにちは。ん、何か用か。お水の配給です、どうぞ。気が利くな。おいカバジ、お前ももらっとけ。お、カバジもいるのか。うし、でかいな。頑張るのはいいが、あんまり無茶すんじゃねえぞ。はい。お、上がるのは、上がり幅少ないな。でも半分こか、半分こはちょっと少ないじゃない。噂まだあるね。でベース様いない、いないいない、今度いない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 、噂だな、今度こそいない。なんか自分のことは信用で。うわ、不良が出てきた。平子さん、ちょっと聞きたいことがあるんだけどよ、いいか。今ダメなんです、切れられそう、これ怖いな。あ、そうだったらいいさ。じゃあな。あ、思ったよりはなんか感じ悪くなかった、よかった。あ、大鳥くん、ちょっと聞きたいんだけど。いや、なんだい。女の子にちょっとですよ。へー、跡部さんの好きな食べ物ってなんだっけ。これなんとかかんとかのあーだこうだみたいな、えらい長い名前のやつだよね確か。なんだっけ、跡部さんの好きな名前って、なんとかあーだこうだのなんとかかんとかみたいな、わからないけど、俺一個も出てきてないけど、なんかえらい長い名前のやつだよね確か。なんかそんなんだったよね、変な呪文みたいな。跡部さんの好物ローストビーフで。あ、そんなシンプルでいいの。そうです、ローストビーフのヨークシャープディグ添えみたいな、それ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 。若干簡略化されてたけど、このゲームでは。あらら、残念。え、何が残念なんだい。うん、こっそり跡部さんの好物をメニューに入れようと思ってたんだけど。ああ、ローストビーフは無理だね。そうだね、まず野生の牛を見つけないといけないから。うん、ま、しょうがないよ。あ、そうだ、ついでに言っておくと、跡部さんが好きなのはただのローストビーフじゃないよ。え、ローストビーフのヨークシャープディング添えが好きだって。ヨークシャープディング添えのヨークシャープディングってなーにって話。こんばんは、チョタ狙いですか。すまん、チョタ狙いじゃないんだ。チョタは情報を得るために近づいたに過ぎないんだ。あ、ヨークシャープディングがポイントなわけね。そういうこと。しょっぱい蒸しパン。ふう。これ長太郎くん利用するだけ利用してるんだ今。赤沢かなんか今いたね。不審な動きを見せていたね。でですよ。あれ、どうしよう。あ、いたいたいた、いた、よかった。そう、ベ様に行こうと思って。赤沢行きたい。赤沢あれ何だったの、あれ、ああいう時って何なの、あの怪しげな動きを見せてた赤沢くんは、あれは今何をしてた状況なの。あれって行かなくて大丈夫だよね、特別イベント。え、行った方がいい、ちょっと教えて。
なんか行った方がいいなら行くけど、とりあえず今アトベ様攻略したいんですけども、なんか赤沢のあれ私に聞いたら答えけど、じゃあちょっとそれ以外の人教えて、あれって言った方がいいの？いやいや、アトベで、うん、じゃあアトベ行く。あ、アトベさん。ちょうどいい。練習に付き合え。おお、まあいいけど。はい、いいですよ。よし、行くぞ。こいつなんかミニゲームかなんかだっけ。動体視力。画面内を飛んでいくアイコンを当てるゲームです。ゲームがスタートとカウントダウンが始まり、カウントが0になると右から左に何かのアイコンが飛んでいく。画面下に3つのアイコンが表示される。なんか難しそう。これどんぐらいの速さで、これ一番右でしょ。いいね。これはこれでしょ。これは簡単じゃないか、もしかして。簡単すぎるだろ、いくらなんでも。いいね。これ簡単説あるな。これはこれでしょ。いいね。これちょっとぬるげすぎないか、いくらなんでも。まあパンダでしょ。いいね。いや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 、これ簡単だって。これ舐められてるって、いくらなんでも。ああ、やるじゃねえか。対象年齢5歳とかでしょ。なんかメダルもらったジローちゃんかな。なんかこれピコとかのゲームじゃない、キッズコンピューターピコとかのゲームじゃない。難易度、何、俺舐められたのかな、難易度で。噂もないよね。噂ないなら普通にベ様行こうかなと。あれ、アトベさん料理当番ですか。なんだその珍しいものを見たって目は。なんかベ様料理するの珍しい感あるよ。実際珍しいですよ、初めて見ましたもん。たまには俺も料理くらいはする。アバジにばかりやらせるつもりはない。なるほど、私も手伝います。っていうか大抵私が料理手伝ってるんですけどね。ああ、知ってる。なかなか評判がいいな。見た目は悪いな。見た目悪いのか。見た目なんか気にしちゃダメです。男は中身で勝負ですよ。お前は女だろうが。あはは、そうでした。まあいい、手伝うなら頼む。了解です、任せてください。何を作ろうとしてるんですかね、これは。へえ。今度なんだ。アトベさん包丁さばきの胴に入ってますよ。へえ。アトベさん料理できるの？いちいち感心してんじゃねえ。なんか全くそういうのができない、できないっていうかやらないイメージか。でも私が見てきた人の中でもかなり上位に入れる包丁さばきですよ。誰に教わったんですか？そんなに包丁さばきがうまいのか。バカ、これはお前のを見て覚えたんだよ。この主人公作った料理見た目最悪な、味はいいという謎設定。確かに謎だな。必要なのかその設定。でも私ついさっきやってただけですよ。たったあれだけ見てそこまでできるようになったんですか。俺様を誰だと思ってるんだ。こんなもん朝飯前だ。すご、今昼飯前ですけど。くだらねえツッコミを入れるな。ほら怒られた。で次は何をすればいい。じゃあこの鍋が吹きこぼれないように見ていてください。この俺に鍋の番をさせるつもり。料理ってそういうことだろ。それで怒られても。だってアトビさん料理初心者じゃないですか。いきなり味付けを任せるのは危険です。そんなもん見ればすぐに覚えてやる。味付けは見て覚えるものじゃなくて体験してもらわないと。
わかったわかった、鍋の番をしていればいいんだな。はい、味付けにおいてはお湯教えますからすっかり教師気取りだな。やけどには気をつけてください。この前南さんが軽いやけど。そうなんだ、わかってる、軽いやけど。なんちゃんが完成です。なるほどな、確かに味付けは舌で覚える必要がありそうだ。結局何を作ったんだこれ。でしょ、慣れるとその時の気温や湿度で微妙に変えることもできるんですよま、お前の料理の腕だけは認めてやるよ、見た目以外はな。なんでこの見た目が悪いって設定つけたんだ。ああ、お、結構上がった。お、なんか会話してる。なるほど、それは楽しそうですねバットの話だと唐突に出さないで、こんな時こそ鉱物の話とか。確かに鉱物の話言わなかったね。いいアイディアだな。あとは参加するメンバーだが、うん、おい。はい、無駄毛です。あ、はい、呼びました。お前ハイキングに参加するか。ハイキング、ハイキング素敵ですね。今からですか。ああ、山側になかなかいいロケーションがあると聞いてな。ぜひ参加させてください。よし、あとは、ああ、そこの二人。え、俺ですか。呼んだ。これからハイキングに行く。連動特典みたい。へえ、そうなんだ。そうなんだ。ハイキング嬉しい。嬉しい。行く。嬉しい。アクタワーさんが行くなら俺も。あ、水木さん。やべ、浮気がバレた。どうしました、ゆうたくん。うふん。ああ。別に。ゆうたくんは僕以外の人に懐いてるんですか。これでメンバーは決まりだな。昼食は弁当にしてハイキングに行くぞ。ハイキングね。よし。ベ様の口からハイキングなんていう楽しそうな言葉が。うわー、綺麗なとこですね。お、すげえ、実写じゃないこれ。写真でしょ、写真。どっかで撮ってきた写真とかでしょ。本当だ、花が満開だな。よし、この辺でいいだろう。カバジ、荷物を出せ。うっす、うっす。あら、スチルが。これはまた本格的なティーセットを揃えてきましたね。なんでカメラ目線やねん。アトベ様と富士弟とか、まあ、水木ちゃんもそうだけど、てか大体そうか、ほとんどのメンバーカメラ目線がすごいんだが。すっごいカメラ目線してる。カバジ以外のカメラ目線がすごい。こんなものまで持ってきていたんですか。当然だな、カバジ。よし、カバジ君が運んだのかな。大変だね、カバジ君も。まずは昼食を食べよう。お腹を空かして困っている人たちもいるようだからね。うん、お腹減った。確かに、ゆうたくんのグラビア感すごいな。よし、弁当出せ。無駄毛。はい。お、うまそう。どうぞ召し上がれ。いただきます。このカルパッチョ、あなたが作ったんですか。カルパッチョ作ったの。へえ、この状況で。あ、僕もお腹空いたな。なんかお菓子とかそろそろ食べながらやる時間かもしれない。ちょっと良きタイミングでちょっとお菓子を食べる時間入れたいと思います。見た目はともかく味は満点ですね。ありがとうございます。見た目ももうちょっとなんとかしようぜ。そんなに見た目悪いのお弁当もこういうところで食べると美味しいものだね。ああ、空気もいいしな。合宿所だといつも塩臭いからな。まあそれはね、海の近くだしな。
でもあれはあれでいつも海水浴気分でいいですよ。いつもは嫌やな。六角の連中みたいなことを言うなお前は。おっとっと、おっとっと、最近見ないな。ねえねえ、これ何これ。鈴木の一夜干しですよ。まあ、魚メインならまあそうしょうがない。そうなんだ、ちっともわからなかったよ。あれだけグズグズに崩れてちゃわかるわけないよな。結構ボロクソに言われてんな。さて、食事も終わったことだし、ティータイムといくか。カバジ。うっす。うっす。いい香りですね。紅茶の入れ方も完璧です。お見事ですね、カバジ君。カバジ君スペック高いな。紅茶の入れ方が完璧なんだ。時間がなかったね。お茶受けは市販のクッキーしかありませんけど。用意してくれただけで十分だよ。そんなに贅沢は言わないから。優雅なサバイバル生活です。問題があるとすれば、花の香りが強すぎてやや紅茶の香りが楽しめなくなる点ですが、ゆうたくん、砂糖入れすぎですよ。え？いいじゃないですか。味の好みは人それぞれだからね。ほほほ。あ、カッコが鳴いてますよ。なかなかのどかでいい雰囲気じゃねえか。寝とる。なんだ、ジローのやつもう寝てやがる。ティータイムは紅茶で冷えた緑茶。おばあちゃんや。起こしましょうか。いや、寝させといてやる。こういう時間を過ごすのもいいもんだ。そうだな、もう少しゆっくりしていこう。はい。これ好感度上がるの、このイベントは。今日の作業の振り分けはこうだ。探索では上がらないのか。少し遠いところまで調査しろ。いいな。アトベ君、今回は我々も探索に行きます。なんか急に協力的になった。おお、珍しいな。まあいい、ならお前たちには待ってもらえますかね。探索場所は我々が決めます。うん、協調性はないな。なんだと。それは聞けねえな。あら、こっちにはこっちの予定がある。ならば我々には我々の予定があるということですよ。なんかね。なら探索は許可しねえ。でしたら無許可でやるだけです。不穏ですよね、 BGM も。お前ら嫌がらせをやってるのか。嫌がらせ、嫌がらせをやってんのかと。おお、怖え怖え。落ち着いてバネさん。バネさん常になんか沖縄にと喧嘩しそうになってるね。来て、余計な挑発はさせるな。わかりましたよ、平子場君。後でゴーヤーですね。後でゴーヤーです。おいおい、そりゃないんだ、エイシロウ。てかゴーヤ持ってんのか。それは貴重な食料じゃないか。ともかく我々は我々で思うところがあります。好きにさせてもらいますよ。いいだろう、好きにしろ。ただし事故に遭った時は責任を取れ。いいな。いいですよ。どういう責任の取らせ方をするのかは知りませんがね。うん、それはその時に考える。他に何もなければ以上でミーティングは終わりだ。なるほどな。ないな。よし、解散。なかなか沖縄の連中は一筋縄にいかないな。さて